性は本当に夏になって美しくなるんです。大体私もね、夏はすごくハッスルするんですけど、またね、利用しないように皆さん気をつけていただきたいと思うんですけど、大体ね、黙ってらっしゃいよ、あなたは。笑ってくれ。どうしてあんたペラペラ喋るの。喋んなくちゃしょうがない。こうやって男女コンビで出てきたら、私はリーダーで、あなたオブザーバーなんですから。そんなこと言って誰決めたの。また今日は憎いほどいい男ね。しなさい、顔のこと言うのは言ってもらえから。天地しげるそっくりじゃないの。みんな手叩いて笑ってるだけじゃねえか。出るぞ、恥かかせるな、あの最高人間みたいな。あんたもいい男負けずにドーンと笑ってごらんなさい。ブッシュマンです。いい加減に。何言われたっていいんですよ。夫婦じゃないですか。幼なじみです。これ本当にそうなんです。私は幼稚園行ってた時、こちら高校生なんです。そんな違いないやん。だからコンビっていうのは大事にしなきゃいけませんよ。それは当たり前だよな。どっちかいなくなったら漫才できないんです。あ、漫才の場合一人でできないんですよ。例えば私がこれでお嫁に行ってごらんなさい、コンビパイ。まあそうなんだろうな。こちら表出てドブよっこって死んだらコンビはパー。まあ、死んじゃいしがないから。私がメロドラマに出演したらパー。ほんといいじゃない。こちら表出て自動車に跳ね飛ばされて、俺の悪いのか。嫌だな。新国劇みたいな格好で。新国劇じゃ、新国劇役者もやってらしたんですから。いや、これ本当にそうなんです。明治座の舞台でね、水谷愛子さんと共演しまして。本当ですよ。女系図の梅の木やったんですよ。お前自慢なんだ。この梅の木の後が交渉なんです。俺は大商売でした。湯島天神のお賽銭箱やった。初めて書かせてやん。いいえ、また長くて何もできねえんだろ。やってごらんなさい。そんなの私なんか何もやんなくたって皆さん納得済みよ。なんで納得すんの。立ってるだけでお金になる女だもん。場所が違うだろ。何当たり前よ。今日はすごく気分がいいので踊り踊らさせていただきます。踊りって何の踊り。バレエ。バレエね。白鳥の湖。いいじゃないの、あんた。タラララララ。漫才中小企業だから二人でやりましょう。もうやってるよ、何でもできんだから俺。私が白鳥やから、あんた湖やってくれる。そんなもんできるわけないだろ、あんた。いや、ダメだったらドブでもいいわよ。俺の顔そんな濁ってんのかよ。なんでご自分のこと疑うの。ああ言えばこう言うんだ。ああ言えばこう言うから漫才でしょ。そんなこと言いたいのかよ。はい。じゃあ今晩すけ踊ってやっから。どこへ。夜の社交場出てってからよ。バー、キャバレ、クラブ。自慢じゃないけど顔なんだよ、そういうとこじゃ。俺うるさいよ、本当に。あら、あんた寒いんじゃないの。冗談じゃないよ。いや、綺麗な女の子とドーンと毎晩飲んで。綺麗な女の子。飽きちゃったよ。本当よ。最近まずい女の子専門。それがサービスいいね。わかる、その気持ち。ただ探すのに苦労すんですよ、これが。いらっしゃいませ、お兄様。手頃な店だな。バカ喜んでやる。神様でございますから。どうし、ドール見に全然ダメなの、不景気で。今晩ジェンジェン使ってるか。今日は徹底的サービスするわよ。どんなサービスんだよ。つまみがあんの、去年からの。いらないよ、そんな。買われますよ、本当に。薬がついてますよ。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。米田僕は金持ちよ。では、ジョニシロはいかがですか。なんだよ、それ。知らないの、お水の中にポッと氷が入ってるのがジョニシロですよ。ほら、水飲みに来たんじゃねえんだよ、俺は。通な方は召し上がりますけど。ビール持ってこい、ビール。ビールはお勘がいいですか。あんたとビール缶すんのかい。いや、缶ビールがいいか、普通のビールがいいか。あいつも缶ビールを売ったんだ。缶ビールいいですよ、残ったらうち持って帰れんですから。そんなみっともない格好できるわけねえ。みっともない格好があなたに合うのよ。何が合うんだよ。出てたって持ってこいよ。どうぞ。つまみはないのかよ。何しますか。金持ちだって言ってたろ。はい。柿の種がいいな。金持ちは柿の種ですか。目で楽しむんだから数はいらないよ。うん、1粒ぐらいでいいんだから。うまいこと言って嫌ですよ。何が。今晩帰りにお寿司でも食べに行かないかなんて誘っちゃ。誰が言うのそれ。あんたに決まってんじゃない。催促してんじゃん。催促しなかったら連れてってくれないでしょ。そんな好きなのか。はい。乗り巻きか大稲荷さんか。私遠足行くんじゃないんですよ。俺よしくて言ったもんね。ユーマーたっぷりな方で。あら、面白いタバコの吸い方ね。何が。普通はこうやって吸うの、あんたの拾った感じじゃない。またいいよ、よく来てらっしゃる。ほんとお世辞かよ。仕立てが凝ってますわよ。そうか。上着の丈とズボンの丈が同じじゃない。言うたになってよろしいですね。なんか話題変えた方がいいんじゃないか、話題を。職業は何屋さんで。不動産と土地屋だよ。地主屋さん。でもな、静岡なんだな。いいですね。富士山知ってっか。はい。あれ俺のもんだから。うわー、素晴らしいわ、パパ。おねだりしていいかしら。変な声出すんじゃないよ、気持ち悪いな。女性の武器です。なんか美味しいんだろ。はい。もう
ダイヤの毛で買ってやら。ダイヤね。50カラットのかいの。50カラットも？あんた不足か？重くて手にはめられません。余ったら足はめられるじゃないか。金持ちよ。ヨット買ってください。ああ、何本でも買ってやろう。何本？ヨット鉛筆だろ。また古いわね。何？年ごまかしてんじゃないの。何言ってんだ。今ヨット鉛筆なんか売ってないのよ。売ってないってなんだ。私の言うのは船ですよ。船？俺に向かって規模の小さいこと言うな。もう軍艦買ってっからほら。ここで勘定いくらい？12,800円。12,800円。日本で安いじゃねえか。10万ぐらいすると思ったんで。今日つけてけや。何？